加賀谷名水公園は岐阜県大垣市加賀谷一丁目にある都市公園である。なお本校ではこの公園に深く関わる加賀谷八幡神社寺分院、加賀谷八幡神社、加賀谷城も合わせて記載する。もともとは加賀谷八幡神社に隣接する児童公園であった。1988年に現在の寺分院が完成するとその豊富な水を利用して池が整備される。 この水の水温が安定していることと汚染がないことから1989年3月25日、三重県稲部郡藤原町から送られた天然記念物のハリオ70匹が池に放流される。1991年、このハリオの池と児童公園を整備し、加賀谷名水公園となる。加谷和田神社及び加谷名水公園は岐阜県により、 ハリオの保護地域として指定され、ブラックバス、ブルーギル等の特定外来生物や、生態系に悪影響を与える生物の放流や、ハリオの捕獲、保護地域内の池、水路への侵入は固く禁じられている。加賀屋城は、現在の加賀屋八幡神社付近にあった、鎌倉時代、戦国時代の城である。1317年に、後藤はじめじ家が築城したと言われ、 代々五藤氏が上司を務める。五藤氏は代々美濃国仕事騎士に仕えていた。1561年、大垣城上司、宇治家直元の家臣である三塚城上司、種田,田信奈の守に攻められ落城し、廃城される。五藤氏出身の五藤友城は、室町幕府八大将軍、足利義政に仕えた後、刀草金具の彫刻の名人として活躍した。 古藤友城の子孫は、刀草金具や、大判小判の鋳造にも関わり、明治時代初期まで活躍した。加賀屋城の城市にある神社で、加賀屋の氏神であり、安山の守り神として信仰されている。大垣市周辺はもともと地下水が豊富で、昭和30年代までは地面を掘るとすぐに、地下水が湧く地であった。加賀屋八幡田神社周辺も地下水が豊富であり、 記録によれば1874年に、加賀谷八幡神社で使用する井戸が掘られたという。加賀谷八幡神社ジフニーの水は、無色透明の美味しい水として評判となり、遠方より水を汲みに来ている。1986年に、岐阜県の名水50選に選定されている。2008年には、環境省の平成の名水百選に選定された。 現在の地粉は1988年に掘られた井戸で深さ136メートルの地下から毎分400リットル水温摂氏14度の水が湧き出ている。ありがとうございます。